さて、さあ、始まりました。木曜バンジー3週目、はい。スペシャルウィークですね。はい、スペシャルウィークということで頑張っていきましょう、本当に、ね。担当させていただきます、わらふじなるおの、わらふじと、口笛なるおと、線香花火長瀬と、石綿です。はい、ありがとうございます。お願いいたしますね。いやいやいや、いいですね。いやいということで、素晴らしい。でもね、撮ってるってこと忘れちゃうんですよね。カメラが、ね、これね、知ってました、これ。YouTube に載せてもらってるみたいなんですけど、始まる10秒前ぐらいからもう映ってて、うん。あ、そうなの、ナロさんがずっとハゲハゲしてたの。映ってて。俺が石綿にハゲハゲって。ずっとハゲハゲって。俺普通にすいませんって言ってました。やめてよ。ただの痛い。ただの痛い。10秒前になって。俺がロックンロールコメディーショーさんと、なべちゃんの1周目のやつやってたんだけど、それ知らないから、橋本さんとか、ね、フレディ・マキュリーの格好して。始まってから。あ、見てえ、それ。恥ずかしい。滑稽でしょ。めっちゃ面白いじゃないですか。それ見たいな。すごいよ。なんでこれ喋んねんだろう、ずっとと思って見てたら、そういうカラクリがあったっていう。わら、何でやってたのがよかったってこと、ね、トラップじゃないですか、完全に。それ言わなかったから今。よかった、ずっとニコニコしてた。だからか。なんで喋んねんなと思ったら。わ悪いやつだな。ハゲハゲ。味方殺しだな、言っちゃいけないこと言わねえかな、と。言っちゃったらどうすんだよ。よかった。止めろよ。不安になってきたわ、ね、常に気を張ってないとダメ。なるほどね。気をつけましょう。それ橋本さんに言ってください。それえ、待って、これ、CM 中もあるんってことこれ。CM 中は大丈夫ですか？ CM 中は大丈夫。ああ、よかった。CM 中にそういうの言えばいいんだね。CM 中にじゃあ。言わなくていいだろ。なんで言っちゃいけないこと。たまに正しいこと言うんだよな、この人。たまにな。普段変なことばっかり言うくせに。誰も突っ込まない回だからさ。せめて突っ込まないと。さあ、いいですね。はい、これで、あ、そっかそっか。まだあるんですね。なんでもないです。あ、うん、この後、はい、この後何分なんですかね。この後10分。はい、なるほど。なるほどね。前回はね、有料になる前に、はいはい、僕話したじゃないですか。はいはいはい、何の話しましたっけ。ピンボケの話でしたか。ピンボケ。あー、引っ越しの時の。引っ越しの時に、アイスを。だっけ、アイスを3つ買ってきたみたいな、うんうん、面白い話があるっつって、うん、フレッシュネスかなんかで、私あフレッシュネスバーガー、ね、すげえハードル上げて喋りだしたんですよ。そうそうそう、うん、で有料しか聞けないですよみたいなの来たんですけど、うん、そう、まあオチはポテトを買い忘れたっていう、しょうもないやつ。今言っとかないとね、気になってる人がいたら。ああ、それ言いました、それ言いましたよ、多分。でも有料だから聞いてないし。ああ、そうかそうか。じゃあこのまま続きますんでお願いします。お願いします。